旧政中等教育学校の一覧、旧正中等教育学校の一覧、旧外地における旧政中等教育学校の一覧は、学生改革前の旧外地内での旧学生の中等教育学校をまとめた一覧である。カラフトの旧正中等学校は、ソ連対日産戦及びソ連軍のカラフト占領により全て、壊滅、廃校となった。 以下の学校一覧は1945年4月1日、現在のもので、北海道立教育研究所、北海道教育七定法編にの記載を主に参考とした。関東州の旧正中等学校は、ソ連対日産戦及び中国側による接収で、すべて廃校となった。日本人指定対象の学校は、そのほとんどが南満州鉄道によって、 同社の付属地に設置された。満州国成立以後は、付属地の行政権以上により、中等学校に関しては、関東局内に置かれた、在満学校組合連合会に移管され、日本大使館教務部からの監督を受けることとなった。満州国崩壊によって、以下の学校も廃止されたが、一部の学校のコーチや施設については、 中華民国を経て中華人民共和国に受け継がれ、現在も同国の学校が使用していることがある。なお、一覧作成にあたっては、満州日報社編、満州年間昭和20年版を主に参考にした。法天高等女学校戦前から、日本の疎開や疎尺地となっていた都市をはじめ、日中戦争で日本軍が占領した都市に移入した日本人居留民が、 指定の教育のために居留民団立として設立した学校が多い。いずれの学校も敗戦前後の時期に中国側に接収されて廃校となった。以下の学校一覧は主に北京日本中学校同窓会北京日本中学校講師の記載による南洋群島に置かれた旧正中等学校は南洋町が設置者であった。 太平洋戦争末期のアメリカ軍による占領によって以下の小学校は壊滅、廃校となった。ありがとうございます。